よしでごちそう。ありがとうございます。刻んでいこうぜ。自分の鎖骨にぶら下がって牽制したい。大迫傑になりたい。タイトル通りよ。いかに大迫傑になれるか。初めて生で見たのが高校1年生の時ですね。はいはい。京都の都大路で、その時高校2年生だった大迫傑選手がアンカーをしてたんですよ。高校2年生なのにもう完成されたフォームでゴールテープを切ってる姿を見てから16年。16年憧れてるみたいな。16年まだなんかトップでやれてんのがすごくない？本当ずっと日本トップレベルだね。大迫傑になっていこうじゃないかと。タイムは無理だから見た目から入ろうと。ああ、なるほどね。うん、まず、うん、大迫傑に近づくための方法ですね。方法は、ちゃんと考えてあんだ。見た目。ナイキ着てるでしょ。ああ、なるほどね。服装の話か。頭丸めるのかと思った。まだ単発でいらっしゃるでしょ。あ、そうだね。さすがにちょっとそれはあれなんで。それはダメなんだ。それはやりすぎなんで。ああ。ユニフォーム。なんか、大迫選手が着てそうなユニフォーム。着てそうな。それは、それはあれなんだ。SNS チェックして着てたやつを買ったんじゃなくて。ナイキショップ行って、大迫傑着そうだな。ってやつを買ってきて。まあまあ着てるだろうね。服装から入って。まあまあ一旦はい。つけてるアイテム。アイテム。カロスとかもつけてますよね。そうそう。時計で言えば。一回さ、これさ、これも取っとくか一応。いや、遅いって。無理だよ。オープニングとかで映ってるもん。全部取り直さないとダメだよ。なかったことなかったことですよね。大迫さんはカロス使ってますよ。カロスを持ってきました。いや、ずっとつけてるでしょ、カロス。カロスはもう TP ディプレイス愛用してるんだから。そうだね。それで言えば俺らの方が早い。違う、2020年ぐらいから使ってるから。そうですね。あとはこれも大事かな。ランニングフォーム。目悪い人が遠くから見たら、あ、大迫さんってなれば OK です。最後にインタビューですね。インタビュー、何個大迫さんが言いそうなことを言えれば OK。 あれは大迫さんがしそうな練習は聞いたことあるのが、うん、1000m のインターバル30分。これは やるかやる感じ。俺がだるい。お前の30本ずっと見てんの。そこ全部足して何点だったかっていうところか。リスペクトを込めた動画です。やっていきましょう。早速アイテム紹介から。はい、わかりました。大迫傑チャレンジいきましょう。参りましょう。ダッシュで行こうぜ。モンハンの最初。俺さ、社会人史上一番玉走ってんの絞りすぎてない？おお、腹筋出てるね。筋肉に張りがある、うん、張りがあるよね。張りがある。健康的な体をしてる。すぐる大迫だね。すぐる。なんてなんでアメリカンになったの？ゼロ装備で、ね、ゼロ装備。いやいや、ついてるよ。ああ、まあこれ神の大地のお前あれやないか。確かに魂売ってるよ。まずね、ナイキのショートタイツね。ポイントは線が縦繊維の、はい、そう、入ってるやつ。これ大迫傑絶対履くでしょ。これを今から履きます。はい、動画でチラホラ出てますよね。 MDC で履いちゃったから。あ、 MDC でもそうか。本当にそういう目的で買ってるから。動画のために買ったとかじゃなくて、マジで大迫さんに憧れて、ちゃんとマジで大迫さんにインフルエンスされて買ってますから。なるほどね。はい、はい、次次。はい、それのなんか上だな。ダークスタイルなんだ。これ GMO スタイル。大迫傑ニューイヤー駅伝あったよね。あったよ。 GMO って入ってたら、もうあの時の大阪よ。髪ならすぐるでしょ、まだ。ちょっと混ざってきたよ、でも。乳首の汁取っていいよ。あ、そっか。せーの。ちょっと痛いな、本当に。まずこれでしょ、デデン。うおー。あるわ。それはもう100点の。これ100点。確実に入ってるから。まあ、匂いはよしきですけど。こう履いたね。お前ここ削れるって言われ。ふざけんな！こっちに接しろ！俺は甘えんだ。外だね。ついちゃうね。甘えんだ、設置。アルファフライ3。はい。大迫傑がつけてるカルスのスポーツウォッチ。すごいよ。まあまあそんな感じで。ミスったな。ちょ、帽子も、これさ、洗濯していい？いや。3日前の。これ、俺んちだよ。じゃないと、これ帽子。一回出してみて、帽子だけ。これ。かぶんないとダメでしょ、でも。これ、ちょっと一回水洗いしてきていい？水洗いはいいよ。洗濯ダメ。洗濯だって時間かかるでしょ。しょうがねえな。こいつぶっ飛ばしていい？しょうがねえなっつった、こいつ今。はい。ハイキューのキャップですね。おー。やっぱこれがあってこそ、やっぱ大迫傑。ビタビタ。いきます。はい。あ、壁
ういうこともあるんだ。いかに坊主っぽく見せるか。なんかあスグルだ。このピアスもあの意識してますから。そうなんだ。どうです。あいいかも。ニューイヤー駅伝、うん、大阪スグル絶対もうこれだよ。見て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 。あキャップ黒だったわ。これ黒だ。ダメじゃんキャップ黒じゃん。いやでもさもうほぼじゃね。ここに手入れて、ここに手入れて白いペンで。うんうん、はい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 。おーもう完全にスグルだ。これ完全にスグルですね。でとどめがあるんです。とどめ、とどめがもうないよ。見て大阪スグルモデル。オープンランプト2 9月5日本日発売。やったー。こっちも黒じゃんキャップ。そうなんだよ全部黒で。黒なんだこの人。見てください、ショックスから新しいイヤホンが出るということなんですけども、なんと今回大迫傑さんがパッケージになっておりますということでっていう案件です。かっこよこの今ってもうかける前からかっこいいよ。かっこいいよね、うん、王者のイヤホンみたいで、ね、デザインがねかなり高級感ある。高級感あるよね。めちゃくちゃある。ちょっと早く見たい。あーそうですね。ちょっと開けていきます。開けます。はい、卵みたい。卵っちだ。卵っち見えるかな。大迫傑のサインが直筆で入ってます。直筆これマジ、うん、これ多分一個一個大迫さんが書いたんだ。いやこれペンじゃないっすよ。それはまあ実は知ってた。嘘つくなよ視聴者に。そう思わせた方がさ書いたくなるやん。いやそれはお前詐欺だよ。ただの詐欺だよそれ。サムネ詐欺とかじゃない詐欺。直筆入ってるここにも。大阪さんが一個一個書いたの。こいつ詐欺師です。気をつけてください。この顔にピンときたら110番。はい。何入ってるか。まず1個目、保証書ですね。高い買い物だからね。うん。長期保証2年って書いてある。説明書。英語だからどうせ誰も読まないでしょ。ああどうなんだろう。そうですね。英語でなんかわけわかんない感じでなってます。そしてなんかめちゃくちゃおもろいの入ってる。見て。遊戯王の高いカードみたいなちゃんとカバーもカバーついてる。これすごいね。直筆でしょ。裏がこんな感じで。詐欺師返して。卵の気になるこの中身ですね。入れ物がねテンション上がるよねこの感じ。なんか今まで触ったことのないこのいいケツ。触り方きしょいなお前。本当によ気持ちいい触った。やめろお前もう。はい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 。じゃあなんで俺があしらわれたっけ。オープンザドア。おお大迫傑があのつけてたあの色と同じです。はい、いやこれかっこいいね。かっこいい。で、この中に充電器も入ってるんだけど、今回からはタイプ C で充電できるの。これめっちゃ俺嬉しかったの、うん、どうやってますけど。どんな商品か、いってきますか。はい。じゃあ俺思ったんだけどさ、うん、これって結構イケメンじゃね。クリアな高音を実現する自然ドライバー、コンサートのようなオーディオ、とにかく音質にこだわってますと。オンイヤーなので、うん、音楽を聴きながら周囲と繋がりますと。安全性も担保されてます。耳が塞がってないから、うん、はい。なのに音漏れのないプライベートのリスニング体験、音漏れがね少ないらしい。なるほどね、うん、ブレがね少ないらしいです。やっぱ、うん、我々のチャンネルですと走りながらつける方が多いと思うんですけど、ブレも少ないと。確かに、うん、それは俺めっちゃ気になる。ジョギングでもさブレるやつはブレるじゃんね。うん、そうね。それがこう少なくなるように構成されてるっていうのは、うん、マジでありがたい。なんかフィット感はめっちゃ上がったっぽくて、で今俺がこうやってつけてる感じでもマジでブレない感覚はあります。すげえ頭おかしいやつみたいなやつやお前。クラブの3時に前にいるすげえ誰やつ。誰やつね。誰やつ。あいつだけには絶対絡むなっていうやつ。装着感どうですか今装着感は。なんか忘れそう。本当？全然あのつけてる感覚がないというか、うん、ストレスが全くないですね。安定性とかつけ心地みたいなのすごく重視して、うん、多分今回ショックさん作られてると思うので、うん、防水性と防水もね、はい、はい、しっかりしてます。長い再生時間フル充電で12時間はい、嬉しいね。12時間長いぞ。はい、5分の充電で 2.5 時間リスニング、うん、いやだからすごいよね。出発前に忘れた、充電しない、あるあるですからね。あるあるだから、うん、それでご飯充電して120分ジョグとか余裕でできると、うん、っていうことです。ショックスさん
の最新モデルっていうところでかなりこだわった商品になってるっていうのは、はい、商品説明ではすごく伝わるので、うん、あとはまあ我々の使用感マサコスクリーンになりながら使用感を話してほしいなと。わかりました。最後嘘なく悪いとこは黙っといて、うんうん黙っちゃダメだろ。で最後に、うん、あのこの発売にあたって豪華商品があるみたい。ありますね。今回のオープンランプロ2の発売記念キャンペーン、総額100万円の豪華商品、大迫選手とのランニングイベントの参加券が当たるキャンペーンがこの動画の公開日9月5日から9月18日23時59分までやってます、うん、ABCD の4章がありまして、総額で100万円分のものがこう皆様に当たると、うん、その ABCD が気になるけど教えてくんないっす、はい、この動画の編集以内に分かれば載せておきますけど、そうだね、はい、あの僕は今めっちゃ気になる。今現時点では俺ら分かってない、知らないです、ね、分かってない、ね、大迫さんとのランニングイベントが当たることしか分かんないっす。あ、ちなみにランニングイベント多分俺らもなんかいけるかも。どうなるか分かんないんですけども、大迫さんと走れるっていうイベントに TKD プロジェクトも来るかもしれない。なるほどね。すいません、よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。何キロぐらいした？5キロぐらいやった。うわ、あと300で5キロ。うわ、バカッチやばいね。5キロの間もうほぼ会話なしこれまだスグルさんじゃない？ちょっと入ってる。ちょっと入ってる。もうしなくて。え、全身ナイキで真夏にこのペース、まさかパリオリンピック35キロ地点。あ、ヨシキだ。あ、はい、すいません、パリオリンピック35キロ地点の大迫さんらしいです。どういや、ヨシキまず今5キロアップしてきて、うん、これから大迫すぐるになりきって 1000m を走るんですけども、はい、30分はやめとくわちょっと無理。全員知ってる。知ってる。全員が知ってる。いや、サムネ怒んないでね、みんな必死なんだよ、うん、再生数取るのに。サムネ詐欺は全部ヨシキです2人でやってるんで俺も巻き込まれるから、それはそれは言及しとく。俺ではない、間違いない。5キロアップしてきてショックスしっかり聞きながら来たんですけども、耳塞いでるあの音質のいいイヤホンとマジで変わらなくて、うん、素晴らしいね。これは普通のイヤホンじゃなくて音質のいいイヤホンだったね。感動して今周辺に聞いてって言っちゃうぐらい、うん、めっちゃ良かったです。それはもうおすすめだね。これはこれ絶対おすすめ、うん、音はマジでいいです。いや、いいね。で、フィット感もやっぱり今つけて走ったけど、はいはい、全然気にならない。あー、いいね、うん、このシリコン製がフィット感にこうつながるというか、うんうんうん、この縦横無尽の動き、縦横無尽。ダッシュで行こうぜ。大迫傑選手の走りを一回研究します。研究しないで。大迫傑選手の強いところってマラソン後半の粘りなんですよね、はい、きつくなってから、きつくなってからの躍動感がかっこよすぎる。あの走りを意識して。最初30秒とかで入んないとダメだよ最初200。だから結構きつくしないといけないと。そうだね、オーバーペースで入んないと。そうだよね。そっからね、粘る粘る。ここの腹筋の使い方と体幹がもうえぐい。えぐい。これは真似できない。でも意識はできる。なるほどね。腹筋しっかり意識して若干の前傾姿勢、多分設置も正しくつけてる。真下に、ね、これ真似するってなるともうフォアフットにやっちゃう。気持ちいいフォアフット気味にいきます。大迫さんね、マジかかと落ちないからね。すごい、全部強いんだろうな。ここでしっかり綺麗に。おー、ちょっと待って、はい、こっちもレトやんめっちゃやめてて腕振りだね。腕振り、はい、腕振りがジャンと握りじゃなくてちょっとこうだね、うん、なるほどね。こうだね。ボールペン2本ぐらい握ってる感じですか。そうだね。しっかり腕を振る、ちょっとこう回すイメージだね。はい、いや、これはすごいわ。もう洗礼されてるわ、このフォーム。後半ちょっと苦しくなるとこうだね。バカにしてないから、ね、いやリスペクト込めて。リスペクト。それラストきつくなった時にそうしなきゃいけないでしょ。そう、うん、選曲はこのバックに似合う、はい、サウダージで。サウダージ、はい、行くわ。よっしゃ。はーい。お、早い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 。おー、かっこいい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 よ。はい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 、めちゃくちゃかっこいい。かといってこう、なんだ、力んでないしっかり足に、でも、フォアフットさあ、音楽も聴いてます。サウダージ
いいっすよ。ちょっと何メートルかこっちの方ではちょっと分かんないんですけれども、はい、ちょっと疲れてきた頑張れ。さあ、この岸沢付きなんですよ。あ、来た、スグルモードさあ、このこれで、ね、視聴者の胸を打つことができるのか。こう、粘れ粘れ粘れ。大迫さんはニューイヤーで5人抜きですが、ヨシキはどこで5人抜いてるのか気になるところですが、さあ行け、ラスト。こう、粘れ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 。いいぞいいぞいいぞ、まだ粘れてる。強い強い強いさあ、いい動きはいい、動きはいい。さすが練習されてるだけあって、疲れたと言ってもペースがなかなか落ちません。キープできてる、キープできてる頑張れ、すぐるも神永すぐるもうちょっとなのか、どの辺で終わるのか分かりませんが、この頑張りに胸を打たれる視聴者はどのぐらいいるのか。さあ行け、頑張れ、ここ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 来てる、後ろが来てる、後ろ来てる。お、1000メートル、あれ行ったのかな、もうちょっとか、頑張れ。さあ、ゴール前にね、時計確認する感じも大阪さんっぽいっす。さあ行きましょう、ラスト、頑張れ、キープ、いいぞ、頑張れいいね、いいよいいよすごい強い、パワーがある、パワーがある。どこまでなんだ一体。あと100教えてくれました。さあ、ここでもう一回ギアを上げます。駆け地にギアが出てます。ここはよしきらしさも出てます。オーケー、ただ大阪さん気がつかないです。ダッシュで行こうぜ。どうでした、いかがでしたか今回のレース。まあそうですね、コースは非常にタフで、非常に、まあ、タフなコースだったんですけど、苦しいレース展開だったんですけど、まあ自分としては納得はいってないんですけども、まあ悪くないよねタイムは2分41秒。はい。これいかがですか。何番だっけ。何番。何番。あの、パリの13番。パリの13番。ああ。13番です。あ。何番ですか。まあそうですね。自分としても順位的にも、まあ、納得はいってないんですけども、2分41で走れたということは、まあ悪くないよね。悪くないよね。いや悪いよね。あとさ、はい、コースがタフ。はい。舐めてんのお前ドフラットだよお前、ドフラット。パリ式インタビュー。あー、今後はどうしていくんですか。そうですね、今日のレースに怒らず、しっかり今後も精進してロスに向けてしっかり4年間積んでいきたいと思います。これに怒らずに、またそのロスに向けてまた4年しっかりと準備してパワーアップできるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました。よいしょ、すごくない、お前マジ大阪すぐるじゃない、どう、え、しょぼく感じあとこの草にナチュラルに当たるっていうのがヨシキっぽい。大阪さんとしてはまあしょぼいタイムかもしれないけど、ヨシキとしては、あ、2分41、あ、2分41は早い、早いよね。めちゃくちゃなレース展開、その最初30秒で入るっていうめちゃくちゃなレース展開で、よく最後残り800ね2分10ぐらいでまとめてるわけだから、うん、偉いと思います、それは。そうですね、うん。ということで、今回の大阪ポイントマックス5、ドゥルルルルルルスリー、うつまあ、コメント欄でもね、そうですね、なんかどうだったかちょっと聞かせてください。はい、これはね、しっかり、うん、はい、あと、ヨシキうるさいのあとヨシキが、もう少しこうしたら大阪さんになれるよっていう意見があったら、ぜひともね書いてください。はい、何上から言っとんじゃん、お前が言うなっていう返します。はい、この動画見て俺も大阪すぐれになりたいよって思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。悪くないよね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ